の名前はゆっくり。最近、タルコフデビューした新兵です。覚えることは多いけどゴミ拾いが楽しい。だけど他の配信者を見ていると運千万と稼いでいる。私との違いは何だ？そ、いつかこうなりてぇ。見せてやんよ。私の本気をよ。温めていた一丁羅ならどんな敵も怖くない。これで大儲けするぜ。どこ発見？直ちに処理したる。手な具合でお金を溶かすじゃろ？おう、まあお前がよくあった話だけどな。やはり時代はコスパ、コスパなんですよ奥さん。てなわけで本日はこのビチャズくんに働いてもらいます。なんと本体代は2万そこそこなのです。耐久値100が格安で手に入ります。でこの申し訳程度のカスタムかよ。いやいやいや、ビチャズくんにゲフンゲフン。お金が足りなくても最小限のカスタムなのよ。ほら見て、カスタム代2万ちょっと。計4万ぐらいと格安タム代合わせて5万もいかないな。ねえいいでしょ、金策にちょうどよき。はい皆さんこんにちは。9ミリの人権を取り戻そう。ゆっくり霊夢です。はいマリサだぜ。本日は5万以下で調達したビチャズくんで遊んでいきます。やっぱり SMG となると MP7 や MP5 などが人気そうだよな。奴らにでかい顔させたままでいいのか諸君。お金がない時にお世話になる武器だってあるだろう。そういった武器にスポットを当てなさい。このゲームは札束で殴るゲームじゃない。要は金がないのね。行くぞ稼ぐぞ。あんで気のせいかな。コンテナ街で足落とした気がするぞ。後ろを気にしたまま進行するのは怖いな。どうしよっかな。まあまずはビチャズくんがどこまで戦えるかやってみたい。ちなみに弾はクスト弾使っていきます。なんで AP 弾を使わないんだ。用意できたらこんなゴミ弾使わねえよ。そろそろ出てきそうな気配がするぞ。来た来た来た。思いっきり外し込みやないか。あんでおいどうした。ビチャズくん流れるような責任転換。逃がさねえぞ。おんおん、これどこかに隠れてるな。ははーん、だいたい1は勝ったぞ。多分あの中だな。殿下の宝刀、くらえ。これが私のフラグだー。説明しよう。殿下の宝刀、これは霊夢の奥義である。これを投げた霊夢は必ずあることが起きるのである。あそんなー、いつまで経っても上手くならないフラグだな。なら撃つしかねえ。はよ出てこい。ちょっと見えとるなー。やってやりきれねえ。いっていい。なんでここでジャンプ。撃たれてびっくりしちまった。あこれ出てわー。勝ったー。もう帰りたい。幼女が大変そう。うへへへへへ。おいちよ。まあ低予算武器で勝てたらうまいよな。あれこれまさか億万長者になれるんじゃねえ。けどお前の脳みそを調べてみたい。よしお着替え完了。さあ次に行きますぜ。あそうそう、寮で PMC を倒してこいって依頼あるぞ。じゃ寮の方向に向かいますかね。風刺耳の中を走れないの辛いぜ。この銃声近くね。あーこれ壁の向こう側かな。でもなんで道路の近くちゃんと落ち合ってるんだ。機銃が置いてあるところに誰かいないか。ちょっかいかけてやろう。おーマジか、頭にでも入ったのかな。おっしゃあさりに行こう。やすらかにすやすや。ふむふむ見たとこ軽装マン。カバンの中身に期待だな。ええー、もんないかな。おしおしリブの中身が美味しいぞ。これ全部いただきます。あとはカバンの中身をもらって次に行きますぜ。物資漁ってたらカバンがいっぱいになっちまった。寮に行くのは次にしましょう。先に稼いでからのが精神的に楽だよな。電源つけてきたので建設地下から帰りますぜ。ではニンニン。オールドガスは気だったけど今回は寮に向かいます。そろそろタスクは進めないとね。今回はまったりとプレイしてるから遅いよな。楽しんでこそタルコフよ。壁挟んでスカブちゃんがいるっぽいので処理しますぜ。ひでかのまま寮へ流れます。なんで倒せない。そのが弾使わせやがって。風ようやくたどり着いた。さあこっから寮に入って PMC キルしないといけないのか。おんおん、これは確実に PMC の足音。頭だぞ頭を狙うんだ。ゆっくり。食いやれたか。動きはないな。おっしゃーやれてたわ。そして見てよこの装備。どう見ても格上の相手じゃないですか。やだー、まだクラス5アーマー調達できないからな。ほんとしょっぱい4リブアーマー使うしかないのは辛い。さてさてお次はカバンの中身を漁るぞい。ちょっと待って、なんか足音したような。うん、確かに歩いてる音するかもな。あやべえ近いぞこれ。やるしかねえ。あっぶねえ、心臓に悪すぎる。ではあさり直します。ねえマリサ、ビチャズくんも使い方次第ってわかったでしょ。決して弱くないんだからね。私一言も弱いとは言ってないぞ。跳ね上がったな。自ら告白していくスタイルかな。はい二人目の方。ノンカス M4 だな。この銃はフルカスしてこそ光る武器だよね。あ、いいこと思いついた。嫌な気しかしないぞ。今度ノンカス M4 で旅に出ようぜ。てめえがやれよ。風ちょいと重量が厳しいぞ。しかしここまで来れたら帰れるでしょう。最後まで気は抜けないぜ。ではニンニン。あんぜ、やりましたか。これやっちゃいましたか。いやいやバグですよ。あーこれは重大なバグですな。お前の思考がバグってんだよ。このシーンカットでちょっと嬉しそうなのがムカつく。てかお前足ぶっ壊れてね。治療キットがなくなっちまった。縮小先に足を直しておけばよかったぜ。電源はついてないな。まあこれはつけて帰るが一番近いな。仕方ねえ、行くか。おんおん、前方から足音聞こえるな。たまにスカブいるからそれじゃね。なんかそれっぽいのがいるね。はい、よく狙って。うん、やれたみたいだね。おっとこれは PMC だと。相手に気がつかれてなくてよかったな。ほんとね、茂みがサガサさせてたからラッキー。しかもそこそこ物資うまそうなんだよね。ちょいと拾いきれないので置いてきたカバンを持ってきてまた漁ります。
チキチキ。知らない人のための小技タイム。この隙間付近にカバンを置くじゃろ。そっと気を使って乗り越える。最後はカバンを隙間から回収。これで重量があっても運べるぜ。ちなみに私は 73,564 番目に発見しました。もうかなり知れ渡ってね。ふう、次こそ帰れるぜ。ではニンニン。はい、寮まで来ましたぜ。最近寮に来る PMC を見かけないけど、なんて嫌な悪さであるから来ると思うけどな。私のタイミングが悪いだけなのか。あ、そうそう、皆さんに聞きたいことがあるのですけど、寮内の鍵部屋ってどこ当たってますか？マークド部屋は確定として、他の漁る場所がいまいちわからんよな。まあ私まだマークド機いないけどね。一応3階寮では204号室と214号室、2階寮では110号室と114号室を開けてます。確か金庫があるところだな。他にもここがうまいと知ってる方いたら教えてください。お礼に一発芸やります。私はやらねえぞ。大丈夫、次こそ私がやるから。ほほん、じゃあ試しに何かやってみろよ。では RR を見つけた時の反応をやります。RR が RR。RR、さて金庫部屋でも開けますかねー。何か美味しいもの拾えたら嬉しいけど。まあ多少はお金になりそうな感じだね。もっとええもんよこせ。PMC が来る気がしないので2階寮に。いやー。畜生、頭もらっちまった。なんかカスタムズで死ぬとき大体頭抜かれるっていう恐怖が最近あります。なんだろう、頭でかいんじゃね。元より顔しかねえよ。タルコフでメンタルを保つ方法。それは私を倒した相手は皆チーターだと思えば、おのずと心が静まります。だってチーターなら仕方ない。早速出会ってしまった。怒ってるよね。さて寮に向かいますぜ。おんおん、なんか人影がちらっと見えたような。いや、いるぞ。ナイファーかな。よく見えないけど、そうじいって。あいつハンドガン持ってやがるぞ。ウィルさん撃ったことを後悔させてやるぜ。そうには強気で、いくつの鏡なんか詰めてきてるな。はい、ゲッチュだぜ。今度マカロファーね。私もいつかマカロ普通ヒーローやりたい。それは地獄を見そう。おっしゃー、寮まで駆け抜けろ。おっと、もうやり合ってるみたいだな。目の前敵いる。なんかでかいカバン見えなかった。これはまさかうまうまか。キャー、奥さん、大量よ。これはえげつないほどうまいぞ。イチャズくんもやるときはやるやん。君は金作武器の一分に昇格してやろう。P92RPK、ムフ、ムフフフフ、5万ルーブルが一体いくらになって帰ってくるんだ。これで私もガチムチの仲間入りですぜ。さすがに荷物が多いので、これは買える方針で。荷物たくさん運ぶために筋力を鍛えたいな。なかなか上がらないのが辛いんだよねー。毎日コツコツやるしかねー。おんおん、前方に敵か？なんかガサガサ音がして動かなくなった。おっとやべえ、やっぱ見たみたいだけど位置がわからん。フラグよ、行ってこい。私はその間に右回りで詰めていきますぜ。相手側の視線が元いた方向に見えているうちに動きます。あんで？人影ないんだけど。これ逃げたみたいだな。まあそれはそれでいいかな。この荷物で戦うにはちょいと不利だからねー。ふう、ここらで荷物落として休みましょう。やっせー、これさっきの敵じゃね。やろう、次は逃がさんと。追い詰めたるからな。行ってこい、フラグちゃん。そして走れー。またも右回りで追い詰めます。また逃げやがったな。撃つだけ撃っといて逃げるとは卑怯なり。まずはなおなのれ。いつから戦国時代だと思ってんだ。我こそは日本のタルーコフ市民。レイムユック、見つからないので帰りますか。まあしゃあなしだな。命があるだけバンバンだよ。ではニンニン。ほほん、2階寮から足音がひたひた聞こえます。おらあかん、少し出そうとしてるよね。その謎を解明するため、我々調査隊はアマゾンの奥地へと向かった。アマゾンどこですか。多分 PMC っぽい気がする。タスクのためにやるしかねえ。さてまずは足音を確認しよう。あー、これ警備デスク付近にいますねー。オットフラグ逃げるか。相手の装備がわからないからな。ヤバそうなら逃げますけど。右左どっちにいるんだ。右だったか。さあ顔出せ。今まで培ってきたこの激しさと辛い培ったエイム力。でも不思議なものでさ、死んでもそこまで痛くないんだよね。まあコスパ武器ですからねー。タルコフを楽しむためにも安い武器を考えるのは大切なんだな。まあ手は痛いけど。アイパンしてないよね。さて両方向に向かうのはいいけど、スカブちゃんがいる気がする。まあ処理してからでいいんじゃね。脇の場所から第一陣では無理だからね。ゆっくりと行きますか。スカブちゃんの処理完了。一応漁っていくか。 VPO ライフルかもらっておこう。ダッシュ巡りも忘れないようにしないと。元より金策がメインだからな。何をするにも金が必要。はぁ、え、マジスリック当たりやん。うっとー、これはついてるぜ。ありがてー。やべえ、パーティーらしき足音が近づいてきてる。パーティーと当たるのは厳しいな。これは隠れるに徹するぜ。通り抜けていったねー。おっと、多分あのパーティーだな。二人組っぽいな。ほほん、 VPO 出番だぞ。お前まさか。やり合ってるやり合ってる。多分スカブとの戦闘だな。なら後ろからつついてやるか。やばそうなら逃げればいいし。おっしゃー、行くぞー。ここからじゃ見えないかな。もう帰っちゃったかな。いや、前走ってるぞ。おっしゃー、見つけたぞい。歩く方向に合わせて検査打ち。しまったー。右側に外してしまったー。これはチャンスを逃したな。まあヘルメットかぶってたから弾かれてたかも。おっしゃー、いつこちら側向いてる。おっしゃー、今度の検査は完璧だった。確かあと一人いるはずだよな。それが一番怖いんだよね。ちょいとここで様子を見てから詰めますぜ。場が動かないのでワセリン投げて詰めてみます。さあ、ビチャズくん出番だぞ。
パーティーの片割れを倒して詰める時が一番怖いです。もう一人がどこかに潜んでるかもしれないからな。もうここ心臓バクバクよ。おかしいな。なんかいなさそうな雰囲気がするな。さっきからここがおろおろしてるけど撃たれない。味方を見捨てて逃げ帰ったようだな。ではありがたく漁らせてもらうぜ。これセットアップ組だな。もう好きやあのタスク終わりなのか。私全然タスク進む気がしないんですよね。あとライジップもらっていこう。大きいカバンもありがてよ。このアーマー持ち帰りたいな。じゃ用の PMC キルはどうするよ。また今度で。あ、これズルズルとやらないやつだな。そういや自分が捨てきたアーマー隠してなかったわ。さすがにスタッシュの真上に置いておくとピースカちゃんに持っていかれちまう。茂みに隠しておきましょう。なんか左側で銃声が鳴ってたけど構わず進みます。下手したら追いかけられないか。その時はその時よ。おおお、駆け抜けろ。おお、なんか追われてる気がする。やっぱりか。ここは渡らせないぞ。射撃完了。威嚇射撃だったの。これで奴はそう簡単に動けないでしょう。はい、動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。他にもいろんなゆっくり実況を投稿しているので、買ったら見ていってね。それでは皆さん良いタルコフライフを。またね。